アメリカ標準版聖書は1901年にアメリカのトーマス・ネルソンサンズ社から出版された英語聖書で19世紀後半にイギリスでジェームズ・オーバン聖書を改訂して出版された改訂版聖書のアメリカ版である。改訂版聖書の訳質、編集にはアメリカからも参加したが必ずしも全てが取り入れたわけではなくアメリカにふさわしい版が発行された。 この聖書は当初、ザ・リバイズドバージョン・スタンダード・アメリカン・エディション・オブ・ザ・バイブルという長い名称で知られていたが、1928年には、その後米国キリスト教会協議会へ合併する団体がネルソン社から著作権を買い、アメリカ標準版聖書と改名した。最新の聖書研究に基づいて、イギリスの海底版聖書と同じく、 旧約聖書の四字神名がジェームズ・オーバン聖書にある種でなくてヤファウェを使っている。また KJV にある約300年前の英語を現代風の英語に直してアメリカではホーリーゴーストをホーリースピリットと直している。アメリカ標準版聖書はアメリカでその後次のような改定を経る。アメリカ標準版聖書の無料版が世界英語聖書として配布されている。 ありがとうございます。